ペリペ一世は、カスティーラ女王、フアナの王廃、一時期カスティーラ王を戦勝した。ブルゴーニュ皇フィリップ四世でもあり、ローマ皇帝マクシミリアン一世とブルゴーニュ上皇、マリーの長子、微皇あるいは短麗皇と呼ばれる。ハプスブルク家のローマ皇帝フリードリヒ三世の着孫、かつバロア・ブルゴーニュ家の血を引く後継者として生まれ、母方の曾祖,祖父、 フィリップ全領校にちなんで名付けられた。4歳の時に母を亡くして、父は国外追放となり、本人は貴族たちに擁立されて、母の国フランドルで育つ。狩りやトーナメントが得意で、話術も巧みな美貌の素敵な講師だった。美校の呼び名は、死後付けられたとされるが、生前から美男子で目立っていたらしい。母、マリーの死後に、 ブルゴーニュ公の称号を継承したが、ブルゴーニュ地方は、母の代ですでに、フランス王に接収されており、実際の所領は主にネーデルラントであった。1496年に、カスティーリャ城イサベル1世とアラゴモフェルナンド2世の娘フアナと結婚し、レオノール、カルロス、イサベル、フェルナンド、マリア、カタリナの二男四女が生まれる。1504年、 イサベル一世の崩御を受けてフアナがカスティーリアの王位に着くと妻との共同統治を主張してカスティーリアをフェリペ一世を戦勝するしかしカトリック領王と敵対していたフランスに接近したりフランドルの貴族たちにカスティーリアの土地を分け与えたりしたためカスティーリア国内の貴族たちを敵に回し支持を全く失ってしまう1506年ブルスでスポーツを楽しんだ後 生水に当たり突然放御した。フィリップの放御はフアナを動揺させ、精神疾患を引き起こしたと考えられている。微光の異名通りフェリペは、かなりの美男子で、浮気癖もひどかったと言われ、その生前からフアナには、精神病の兆候が見られていたという。政治的には対立したフェリペと、フアナであったが、六子が生まれていることから、決して不仲ではなかったとさせられる。 特に、フアナの方はフェリペを熱愛していた。なお、フェリペは、生前には王位を認められなかったが、スペインハプスブルク朝が成立すると、祖父の名を取ってフェリペと名付けられた、カルロス一世の息子は、祖父を一世として、フェリペ二世と称した。ありがとうございます。